はい、こんにちは。20回目です。はい、第1問。第1問は FX が、ログのでっかいルートの1プラスサイン X がめっちゃでかくなったな、今日関数。まあいいか、めっちゃでっかいわ、まあいいや。1番で、2番、2番が FX が、ログの、なんか今日ログ連続ですね。ログ中括弧、ログ括弧、ログ X。なんかもう嫌がらせみたいにログ出てきますけどね。はい。これ微分してください。どうぞ。ね、もうそろそろ皆さん微分大好きだったじゃないですか。ね、もうなんかここまで来ると割と楽しくなってきますよね。はい、いいと思います。はい、じゃあ1番解説していきたいと思います。これね、はい、まずログの中がもうぐっちゃぐちゃですけど、まあ、ログの計算規則を使ってバラバラにしていくっていうのがセオリーですね。はい、なのでまず FX をきれいにしていきます。 FX がこう表されてるんだけど、まずルートっていうのは全体の2分の1乗、前回言いましたね、2分の1乗なので、まず2分の1を前に出して、1プラスサインシータ、1マイナスサインシータ乗 X だ。はい、こうですね。だけども、これは差の形、差じゃない、小、分数の形なんで、これもよく考えたら、バラバラできますよと。引き算の形に持っていけるんですね、こういうふうに。こうですね。ここまですればいいでしょう。これ全体、じゃあ微分していきます。F'X は、2分の1を置いていきましょうね。2分の1を置いといて、まず、ログの何とかってやってますから、まず分数にしようとするんですね。はい。で、これの微分なんで、コサインがなりますね。はい。で、マイナスの、まずは分数。で、この微分なんで、マイナスコサインがなりますね。はい。ね。まあ、ここ、マイナスマイナスなんで、プラス、プラスにしちゃいましょうね。はい。で、まあ、このままでもいいんですけど、これは綺麗になりますから、綺麗にしていきます。ちょっと汚いから。こうなりますね。はい。どうやるかというと、まず2分の1は置いといて、通分ですね。通分していきます。なので、はい。で、コサイン X マイナス、いつまでサイン X プラス、コサイン X、1プラスサイン X、こうですね。はい。2分の1の1が欲しい。はい。で、まあ2で、ここはよく見たら1マイナスサイン2乗 X って書きますからね。ワット3の積なんでね。で、上が、コサイン X とマイナスコサイン X、サイン X。で、コサイン X とプラスコサイン X、サイン X なんで、コサイン X、サイン X が消えますね、分子。なので、コサイン X とコサイン X だけが残るので、2コサイン X だけですね。はい。そしたら、2が打ち消し合いまして、上はコサインだけになって、ここってよく見たら、コサイン2乗で書きますね。1マイナスサイン2乗なんで、コサイン2乗で書きますから、結果的にコサイン分の1と。超綺麗になりましたね。嬉しいですね。はい。だから、これちょっと驚くべき結果が得られたわけです。というのも、コサイン X 分の1っていうのを積分したら、こいつになるってことです。ね、びっくりでしょ。ね、コサイン X 分の1積分したらこうなるんですよね。微分と積分の逆の素数ですかね。はい。まあいいでしょう。一番こんな感じ。じゃあ2番いきます。2番はもうログログログですね。ログログログ、これはまあなんかもうなんてことないですね。はい、なんてことないです。もう僕の趣味ですね、もはや。はい、なんかいいなと思ったんでやってきたわけです。ログのログのログなんで、素直にやりましょう。まず全体、まず1個目のログの微分だと思うんですね。ログの中にこんなやつらが入ってるやつの微分なんで、まずは分数ですね。分数にします。分母にこいつが来るんですね。ログの、ログ X に来ます。
分の1にこいつの微分を書けるんですね。ログ中括弧の、ね、中括弧のログ、ログ x の微分とこうですね。はい、なんでこいつを上に乗せていくんですけど、もう上に乗せらんねえわ。もうはい、こいつ微分していきましょう。こいつはログの中にログがいますから、まずは中身分の1って書いて、中身の微分ですね。はい、なんで、中身の微分、ログの微分っていうのは x 分の1だったということを考えると、ログのログ x 分の1のログ x 分の1の x 分の1でした。はい、使いましたね。はい、こんな感じです。なので、まあ、ちょっと最後もうお飾り程度にきれいにしておくと、こうしますか。はい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 、 OK です。x ログ x カッコログカッコログ x 分の1っていうのが微分結果ですね。はい、いいでしょう。じゃあ、練習20はこれで終わりです。はい、お疲れ様でした。